皆さんこんにちは、よっこおばちゃんのガーデンです。ちょっとね、普段と違う動画を撮っています。実はですね、私は、以前というかオルゴナイトっていうあのハンドメイドをやってまして、今ちょっと作ってないんですけど、こういうね宝珠型の竜のね入ったこういうオルゴナイトを作っていました。中にあの天然石が入っているのと、あと金属ですね、入っています。あと水晶、こんな感じですね。これはね、主人が会社に、置いてるものです。主人ね、あの辰年なんでちょうどいいななんて思っています。先端はね、あのブリオンが入っています。で、後ろは、ワイヤーね、アルミワイヤー、これをぐるぐるぐるっとしていきますと、マイナスイオンが出てるとの、ライヒ博士が言っていたとのことです。これでね、ネガティブなものをポジティブに変えるという不思議なオルゴナイト、こういうのを作っていました。今日はね、6時16分に満月を迎えますので、ちょっとお水でね、この水はあの神社に行って汲んできたお水にちょっと綺麗に入ってもらうと、これ私のですね、金の子で銀の子ね、金と銀でね、いいんですけどね、これ裏はこんな感じそんな感じで、ちょっと今お風呂に入ってもらってます。よいしょ。ちょっとまだね、6時まで6時半までまだなんですけど、ね、こうやって使ってもらうと綺麗かなってね、お外で見たらあんまりわかんないか、これぐらいで伝わるかな、手のひらに乗るぐらいね。まだ作ってほしいっていうねリクエストはあるんですけども、ちょっと私の方がね、あのレジンがどうしてもかぶれちゃうんですよね。なので作ってませんが、これは結構あっさりしてますよね。ちょっとまあまあ、ちょっとアートな感じなこともやってたもんで、ちょっと紹介でした。はーい、いい湯だなでした。皆さんも素敵な、残りの半分をお過ごしください。ありがとうございました。